皆さんこんにちは、ももです。というわけでもう早速なんですけれども、朝のスキンケアに入っていきたいと思います。今15日間のファスティングが終わって今ダイエット中なので、朝起きてストレッチと筋トレを40分ぐらいして汗めっちゃかいちゃったので、軽くねシャワーを浴びて今からスキンケアをしていきたいと思います。最近ちょっとこう使い始めたのが、会社員 A ちゃんの動画を見て気になったブランドで、アイソイのふわタイトニングエッセンスを使っていきます。このね化粧水、敏感肌さん用の方でもね使える化粧水で、結構ねトロッとしてます。この化粧水夏ってさ、めっちゃ毛穴開くじゃない、暑くて。だからこれ毛穴をねキュッとこう引き締めてくれる化粧水だったので、ちょっとね気になったので1ヶ月間ちょっと使い続けてみようかなと思って買ってみました。朝のスキンケアはもうゼオスキンはしてなくて、夜だけゼオスキンに今切り替えてます。結構ねトロッとした保湿感はあるんだけど、実際にこう肌乗せてみるとちょっとさっぱりしたような感じの保湿感ですね。で私ね化粧水乗せるときは2回乗せます。このねアイソイが使い終わったらエンビロンをいろいろ買ったので、エンビロンに切り替えようかなと思うんですけど、6月はねこのアイソイをしっかりと1ヶ月間は使ってみたいと思います。でもね朝のスキンケアにしてはすごく使いやすくて、なんかメイクのノリとかもとってもいいですし、こうメイクした後も響かないので使い心地としてはとってもいいです。この間ね歯医者行って、下の歯の親知らずの部分に矯正インプラントボルトを埋め込んだんですよ。でもうすぐ1週間経つんですけど、なんか未だに顔が腫れてて、なんかここが痛いんだよね。笑ったりとかしたら洗うだけでもちょっとね今痛くてね。次に私はまたアイソイのブルガリアンローズセラムをね使っていきたいと思います。なんだかんだね量減ってきましたね。これねめっちゃいい匂いするの。私2プッシュ使います。上品なローズの香りがしてすごいいい匂い。なんかこれは美白、顔のトーンをアップさせてくれる美容液みたいで、これ韓国のブランドなんですけど、韓国でもねかなり人気の美容液らしくて、アイユちゃんも確か使ってたのかなって有名なやつなので、アイユ様が使ってるんだったら私も使ってみたいと思って買ってみました。でも韓国のスキンケアブランドの中ではまあまあちょっと高めなのかなといった感じで、やっぱねゼオスキンしたらね顔だけトーンアップしちゃいましたね。でもこうやって見ていただいたら分かると思うんですけど、首のトーンもね前よりは少しアップはしてきたんですけど、ゼオスキンしてから顔だけ異様にね白くなっちゃって、首とねちょっとトーンが違うんですよ。ここね私アトピー出ちゃうからね色素沈着しちゃうんだよね。でもそして最後にエンビロンのアバンス DFP312 モイスチャライザーモイスチャライザー、これ高機能クリーム状美容液です。この美容液も高かったな、1万3、4000円ぐらいしたんですけど、めちゃめちゃいいですよって教えていただいたのでもう買っちゃいましたね。これもワンプッシュぐらいでいいかな。これでねしっかりとさらに保湿をしていきます。というわけでこれで朝のスキンケア終わりです。ちょっとお肌になじませていきたいので5分くらい時間を空けてからベースメイクの方に入りたいと思います。化粧水もねだいぶお肌に馴染んできたのでベースメイク始めていきます。今日はねこの間動画でもね検証動画アップしたかと思うんですけど、また V3 ファンデーションをね使っていこうと思います。ちょっとねこのファンデーションもいろいろ使ってみて、個人的に夏でも使えそうだなっていうやり方があったのでついでに今日紹介します。まずイニスフリーのノーセバムプライマーを使っていきます。こんな感じの緑っぽいね下地で、これをねテカリが気になる部分のこの鼻周りとおでこと顎に私はのせていきます。ちょっとねこの V3 ファンデーションが結構ねテカテカ見えちゃうやつなので、夏はちょっと秋冬はねいいんですけど、夏場はちょっと皮脂の乱れがすごいので、皮脂テカリ系のやつを部分的に使ってちょっとテカリが見えないようにしていきます。であとね顎ですね、意外と私この顎の部分ねテカテカするんだよ。で次にこのね V3 ファンデーションをね使っていきます。次世代の新しいファンデーションなんですけど、こんな感じで1回分出して、このファンデーション何っていう人はねぜひ前回ね私この V3 ファンデーションの詳しい説明と1日検証動画っていうのをねアップしているので、
よかったらね、ぜひそちらの方チェックしてみてください。次世代ファンデーションって言われてね、針が入っているファンデーションなんですけど、結構なんか前回動画上げた時にコメントいろいろ読んでると、やっぱりこう使い続けた方がすごく効果がわかるファンデーションということなので、私もできるだけ基本的に日常のファンデーションはこれ使うようになりました。でもね、これね、ツヤ肌が好きな人とかはね、とってもいい商品だなと思うし、本当にもうスキンケアほぼ美容液なので、お肌の負担全然ないし、つけ心地もめっちゃ軽いし、私結構香りも好きで、なんかコメントを見てるとうーんっていう人もいたけど、でもなんか使い続けることにやっぱ意味のあるものということなので、こっちがビフォーでアフターはこんな感じです。でもね、このファンデーションをつけてメイクを落とすときに、なんかすごくお肌の調子がいいというか、すごくしっとりとした感じなので、コメント見てるとこのファンデーション落とした後のお肌がすごく綺麗になってることが多いっていうコメントもあったので、でも小顔に関してはね、ちょっといまいちよくわかんないんだよね。私ももうね、せっかくお肌をね綺麗にしたからね、ファンデーションとかもこういうのを使ってちょっとでもなんかお肌に優しいというか、ちょっと良さげなものを使いたいなと思って、私はこれを使ってます。でもね、このファンデーション一色展開しかなくて、私の肌の色にちょっと合わなくて、若干ね白浮きはしちゃうんだけど、まあここはトーンアップクリームとかを使ってごまかしていきます。でこの V3 ファンデーション使った後は、このイニスフリーのフォアブラーパウダーをね使っていきます。めっちゃ粒子が細かくてね、サラサラとしたお肌に仕上げてくれるパウダーです。本日の予定はただスーパーに行くだけなんですけども、特に予定はないんだけどさ、なんかちょっとでも今日はなんかちゃんとメイクをしたいなって気分だったので、せっかくだったらまあ Get Ready With Me みたいな感じで動画撮ろうかなと思って、パウダーをね、私はもう顔全体にのせちゃいます。まあ正直このパウダーをのせちゃうとツヤ感は一切なくなって、サラサラマット肌になってしまうんですけど、でも夏は崩れちゃったり顔にねベタってくっついちゃったりすることがあるので、もうね遠慮なく顔全体につけちゃいます。夏はね、こうやってねパウダーをのせると全然テカリも気にならないし、すごくいい感じにお肌仕上がります。もしね V3 ファンデーション使っててテカリが気になるっていう人は、もうパウダーをねその上からのせた方がおすすめですね。眉毛はねセザンヌの繰り出し式アイブロウペンシルの、私はオリーブブラウンを使っていきます。もうこれはヘビロテアイテムですね。最近ねセザンヌかキャンメイクかフーミーのアイブロウを使ってることが多いですね。最近犬やしゃとかセーラームーンとかカードキャプターさくらとか、ちょっと1990年代か2000年代最初期の作品とかを見返すことが多いんだけど、やっぱ大人になってから見た方がなんか、あ、なるほどねっていう、なんかちょっと理解がよくできるから、最近は過去の作品のアニメとかをめっちゃ見てる。そんな感じで家にいるときは過ごしてるかな。基本的にずっとアニメ見てます、家にいるときは。なんかもう家で過ごすことにさ慣れちゃったよね、完全に。去年からゼオスキンっていうスキンケアをやってお肌をきれいにしたからさ、できるだけ太陽に当たりたくなって、極力外に出ないようにしようと思って、今年の夏は。私はねゼオスキンをするんだったら秋冬がおすすめですね。今からこの季節やると結構紫外線相当気にしてあげないと大変かなっていう、お肌のダメージ逆に受けやすくなっちゃうので、なんかねそろそろ雲状血管腫とかね取りにクリニック行きたいんですけどね。6月はね自分磨き月間ということで、ちょっとダイエットも本気で頑張ろうということで、ちょっとね結構自分を追い込んで、私はめちゃめちゃ体型に自信がないので、ちょっと体型にね自信がついたらなんか変わるんじゃないかなと思って頑張ってみることにしてみた。からのキスミーのヘビーローテーションのアッシュブラウンの眉マスカラを使って眉毛をカラーリングしていきます。私はなんだかんだこの眉マスカラをよく使っている気がする。なんだか今日の眉毛は最悪ですね、全然上手に描けてない。今日ねメイクしたかった理由が、このアイシャドウパレットを使いたくって、中国コスメブランドのジュディードールっていう名前のデザートローズアイシャドウパレットをね使いたいと思います。めっちゃ可愛くないですか。マット系とシマ系ともザクザクラム系がね全部入ってるアイシャドウパレットで、ローズ系のカラーだけどウォームカラーもあってね、すごくね使いやすいカラーパレットですね。
今日はねチャトラ猫ちゃんの足のアイシャドウブラシを使ってメイクしたいと思います。最近ねこれ使うと超テンションが上がるのでこれ使ってます。これはね中国のブランドのブラシですね。まずはベースカラーとしてねこれ使っていきます。まずはアイホール全体にこの薄いピンクカラーをねのせちゃいます。このアイシャドウパレットに最近すごいハマっててめっちゃ使ってるんだよね。可愛いからさ、下まぶた全体にものせていきます。次にねこのローズカラーを取ります。このアイシャドウでまず目尻側と目頭側に濃いめにのせていきます。こういうカラーをのせるときはふわっとしたブラシを使ってのせていってあげるとなじむのです。そして赤のアイシャドウはもうね下まぶたこれもちょっと範囲を狭めに全体にのせていっちゃいます。なんか久々にこういう Get Ready With Me 撮ると何喋っていいかわからないんだけど、というか特に家にいるからずっとなんか喋ることがないんだよね。内容的にはこの前さ中国コスメ2万円分買ったよっていう購入品の動画を紹介したじゃないですか。あれからさもうメイクが楽しくて楽しくて可愛いから、パッケージも色味も超楽しいです。本当やっぱりこうメイクするときにパッケージの可愛さもなんかあ大事だなと思ったりもした。なんかパッケージ可愛いとあ今からこれを使うんだっていうなんかワクワク感が出てくるので、そういった意味ではやっぱいいですよね、パッケージ可愛いと。次にねこの濃い赤を使っていきます。このアイシャドウをアイラインを引くような感じでちょっと目の際の部分にぼかしながらのせていきます。このカラーのせたらめっちゃ目元に深みが出るんだけど、すごい可愛い。これもなんか闇メイクの時とかでもすごく使えそうなカラーですね。最近闇メイクって流行ってるんですかね。続いてザクザクラメのアイシャドウを指に取ります。これねかなりザクザクのラメがねたっぷり入ってるアイシャドウです。アイホールの真ん中にちょんちょんちょんと乗せていきます。かなりね粒大きいラメです。ラメというよりかはもうほぼグリッターですねこれは。そして涙袋にはねこのアイシャドウを使っていきます。これはねちょっと細かいゴールドラメが入っているアイシャドウです。どうでしょうか。このね大粒のラメがねすごくメイクのアクセントになっててめっちゃ可愛いです。本当にこのアイシャドウパレット今日はウズのアイオープニングライナーの色はブラウンブラックを使っていきます。最近ね垂れ目が多かったけど今日はちょい羽でいこうかな。私の目はねあんまりがっつり上げるとなんか変なのでちょい羽ぐらいがちょうどいいのでちょい羽でいきます。でビューラーでまつげをしっかりとカールさせて、そしてヒロインメイクのロング&カールマスカラのブラックを使っていきます。今日はまつげもしっかりとのせていこうかな。ちょっと気持ち今日は濃いめでやってみよう。なんか家にいるとあめんどくさいやと思ってなんかナチュラルメイクになったりもするんですけど、なんかねやっぱ家にいる時でもたまにこうやってね濃いメイクするとめっちゃテンション上がるんで、私はたまにこうやって濃いメイクやったりしますね。本当に今思ったけど全然ネタがない、喋ることがない。なんやろな、みんな何喋ってほしいですか。 Get Ready With Me。 はい、というわけでね最近ハマってるアイシャドウパレットを使って、ちょっと今日はローズ系のメイクをやってみました。超キラキラでほんと可愛いアイメイクになりました。続いてチークもこれもね最近買ったやつ、アイムミミのアフタヌーンティーのブラッシャーパレットです。これね紅茶をイメージしたチークカラーでめっちゃ可愛くない。これ今日は真ん中のローズティーカラーを使っていきたいと思います。これもねラメとかパールが一切入ってないマット系のねチークなので今日のベースとかにはねすごく合うと思う。じゃあ今日のメイクはなんて名前をつけようかと思ったけどローズティーメイクにしちゃおうかな。ちょっとチークで紅茶っぽい感じも出てるかなと思うのでローズティーメイクに決まりだね。青年がいつも使っているトゥークールフォースクールのアートクラスを使っていきます。最近これしか使ってないからさもうほんとどんどん底見えしてきてるのちょっと嬉しい。ちょっとねダイエットねしてからまあまあ体重落ちてきているのでちょっと輪郭がねやっと見えるようになってきた、嬉しい。もう本当にね輪郭は見えてなかったんで埋もれてたからもうちょっとここしっかり骨っていうのかな出していきたいんですけどね。私ね結構
構体脂肪率が多くて、体脂肪率相当落とさないと体全然締まらないなって思ってて、結構長い戦いになりそうです。ちょうど1年後ぐらいには体脂肪率結構減ってて、お頑張ったじゃんって言えるようになりたいですね。さすがにちょっとやばい。本当に美容はすごい好きなんだけど体型に自信がないっていうね、ちょっと本当困っちゃったよ。でも本当にご飯を食べてる時が私一番幸せかも、一日の中で。やっぱ食って大事だなってすごい感じる。なんか意外とファスティングでいろいろマインドが変わったっていうか、考え方が変わったりもしたので、なんか私定期的にファスティングして食のありがたみを体に覚え込ませないといけないかもしれない。でもさ、ファスティングするまでがさ、なかなかいかないよね。なんかしたらさもういいんだけどさ、そのするまでがなんかなかなか行動に移せないんだよな。今日使うハイライトもちょっと最近超お気に入りのやつ、この中国コスメブランドのやつ、ちょっと名前が分かんないのですいません、テロップに書いておきます。これ本当にやばい、めっちゃ綺麗。みんなぜひ私の中国コスメの購入品動画見てほしい。めっちゃ可愛いから、ほんと可愛いの見てほしい。マット系で全然ツヤ肌ではないので、ハイライトを使ってツヤ感を一気に出していきたいと思います。ほらここにさ、ハイライトのせるとさ、なんかめっちゃ鼻高く見えない？ちょっとツンとした鼻に見えるというか、ここの鼻中とここだけにのせるのポイント。あと目頭のここにもハイライト結構がっつりのせちゃう。私はこの頬骨の高い位置にのせても本当に綺麗です。でもさ、今しっかりメイクはしてるんだけど、結局マスクするからさ、もう意味ないんだけどさ、まあでもなんだろう、気分を上げたいっていうねあるからメイクはするけどね。こんな感じで見えないけど、せっかくだからこの間中国コスメでもね紹介したやつなんですけど、ヘドネっていう、これもね中国コスメブランドなんですよ。これもすごく可愛くて、色の詳細はねテロップを見ていただけると助かります。これをね唇全体にのせていきます。結構発色良くて、これ本当にこれだけで十分っていう感じで、しっかり保湿もしてくれるし、あとねスーッとしたミント感も出るリップなので、ぷっくりムチッとした唇にしてくれます。これねめっちゃお気に入り、これ本当に可愛い。結構ね深みのある赤でね、本当ムチムチっとした感じの唇に仕上げてくれます。はい、というわけでメイク終わったんですけど、次は苦手な髪の毛ですね。髪の毛どうしようかなでもなんかローズメイクってちょっとこうまとめた髪の方が可愛いような感じっていうか予想はしているんですが、じゃあ髪の毛をこんな感じでジグザグに持っていってあげて、ざっくりと。いや最近ねマジで暑いからね、もうね髪の毛結んでることが多いです。で私髪の毛にアップにするときはここがちょっと隙間が空いてるとマジで顔がでかく見えちゃうので、こんな感じで遅れ毛を出していってあげてカモフラージュをするっていうねやり方でいきます。なんかさ遅れ毛出すだけでもさちょっとマシに見えるよね。ちょい下ぐらいにしとこう。やっぱりちょい下ぐらいで髪の毛を適当に結びます。適当です、ここはこんなんでいいです。であとはこの遅れ毛ちゃんたちをちょっとずつ巻いていこうかな。じゃあこのここからちょっと適当です、すみません、本当に適当なんです。まあなんか様子を見ながらいい感じに巻きたいと思います。なんか巻き方もよくわかんないや。あ、こんな感じでちょっと若干外巻きっぽいような感じ。やばいやばい、びっくりするほど参考にならなくて申し訳ない。あ、どうしよう、カメラが跳ねちゃった。であとね前髪も軽めに巻いておきます。そして次にももりのトリートメントバターを使っていきます。ほんのちょっとつけて指にちょっと適当になじませて、ちょっとこう遅れ毛のところだけワックスをつけたらぽく見えるんじゃない。だいたいいつもそうやってごまかしてるんですけど私は。はい、というわけでなんとか髪の毛が完成しました。もう髪の毛は全く参考になりませんが、一応今日のメイクのテーマは、ローズメイクというわけで早速着替えていきたいと思います。はい、というわけで着替えてきました。今日のメイクに合いそうな服がねこれしかなかったんですけど、これはね去年か一昨年ぐらいに購入したのでもう売ってないかもしれないけど、韓国の通販サイトの D ホリックっていうサイトで購入しました。
今日のアクセサリーはこれをつけていきたいと思います。エドマッチョに売っているアクセサリーですね。見えるかな、こんな感じでステンドグラスっぽい感じ、なんかちょっとこう透け感のあるカラフルな可愛いアクセサリーです。私ネックレスとか、まあ、リングとかはつけないんですけど、このイヤリングだけは基本的に絶対つけるようにはしてますね。これね、光に当たるとねすごくこうキラッとしていてね、めちゃくちゃ可愛いです。あのマスクしてても結構存在感があるので、なんかマスクつけてる時とか結構大ぶりのアクセサリーを私はつけたりすることが多いですね最近は。はい、というわけでいかがだったでしょうか。久々のゲットレディウィズミー、次なんか動画撮るときになんかテーマを決めてまたお話ししても面白いかなとは思うんですけど、なんか話してほしい内容とかあったら、ぜひコメントしていただけると嬉しいです。というわけで今からスーパーに行ってね、いちごを買いに行きたいと思います。というわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。